どうしたの？どこ行くの？ランニング行くの？Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own.こんにちは、みおです、はい、もう本当に今起きたてほやほやでですね、とりあえずクロさんの散歩は済ませてやっと落ち着いた頃でございます。じゅんさんはちょっと今ランニングに行ってしまってるんですけれども、本日はついに両親がやってくる日がですね迫っております。で、今回はですね我が家に滞在するんですけれども、まだですね全然準備が整ってないんですね。ベッドメイキングもしなきゃいけないし、掃除もしなきゃいけないし、なんならまだ買い出しも済んでない状態なので、本日はですねまるっとお支度デーにしようかなと思っております。で、とりあえずジュンさんが帰ってきたらご飯を軽く食べて買い物からですね行こうかなと思っております。まあ今日も暑い日にはなると思うんですけれども、二人で頑張ってですね、ちょっとお家をクリーニングしようかなと思います。ゆるりとしたまた動画にはなると思うんですけれども、最後までご覧くださると嬉しいです。Give me love, give me all your love, oh cause I want you.Makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand. Could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me. Yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay.待ってたよ。
ラブショット。You know ラブショット。何ラブショットみたいな、ね、すごい、すごいオールドスタイルじゃん。面白いね、キャンマ。今日はね、準備をするよ。ここはどこですか？ショッパースです。ドラッグストアですね。薬局にやってきました。何を買いますか？お掃除グッズを買いに来ました。あとはちょっと足りないものだったりとか、汗が出る。バンガロン4リットル入った大きい大きいね。でも賞味期限が長いんだよね。8月の3日だいたい今3週間ぐらい持つと思う。あと卵がだいたい12個、日本のやつって何個なんだろう。12個入りがスタンダードだね。チーズ見て、これチーズの種類がすごいね。チェダーチーズ、ナチョ用、マーブル、モッツァレラ、イタリアン、モッツァレラ、ね、ミックス。このね、ミックスになってるのがカナダでは定番。エナジードリンクの種類の量。全部エナジードリンク。どんだけエナジーつけるってぐらいエナジードリンク。来ました。あーっと、シャンプーコーナーでございます。皆さん何か違いに気づきませんか？日本と。これ見て、詰め替え用が一つもないんです。カナダ詰め替え用っていう文化が日本だ。日本韓国もある。このあれカナダないよね。ね、オンリーボトルだけなんですよ、うん、であとポンプが少ないんですよ。これはポンプなんですけど、ほとんどこういうキャップのシャンプーが多かったりとかするんですけど、これがだいたい主流ですね。カナダに来てからもう髪に合うシャンプーを見つけるのがすごい一苦労で、とにかく私が住んでる地域が湿度が 40% からもう 50% ないのが普通なんですけれども、パッサパサになっちゃうんですよね。あと水が硬水なんですよ。なので余計泡立ちやすいようになってるのかわかんないんですけれども、結構洗浄力強めだと思います。じゃあ帰ります。マイバッグ忘れたので。はい、じゃあさん帰りましょう。いいじゃん、明るいね。いいね、うん。最近紹介していただき使ってるシャンプーをご紹介します。こちらですね、福岡県にある会社が作ったシャンプーで、ココネと言います。 SNS などでもよく見かけるので、皆様すでにご存知の方がいるかもしれませんが、このシャンプーですね、1本で8役と言われています。忙しい日や疲れた日なんかですね、大変お世話になってます。さらにですね、最近頭皮ケアにも注目していたので、さらにさらに嬉しい限りでございます。普通のシャンプーは合成界面活性剤といって、泡立ちを良くしたりとか洗浄力をですね高める成分が入っているんですけれども、こちらですね、合成界面活性剤が入っていないので、敏感肌の方にも使えてですね、頭皮にも優しいシャンプーとなっています。でその代わりにスクラブみたいなこう墨入りの細かい泥が入っているので、テクスチャーもクリームのような感じになっております。
皆さんパサつきが気になったらまずトリートメントをするよっていう方が多いと思うんですけれども、まずですね、髪も顔もそうなんですけど、土台となる皮膚をですね、きれいにすることが重要なんですね。Before when I dry, you stop my hand. Now it's okay. いいね。じゃん。すっきりさっぱりしました。わあ、すっきりです。すっごい汗かいてたので、ついでにヘッドマッサージもしていいでしょう。髪の毛サラサラね。サラサラよ。ジュンさんも今日の夜ね、サラサラになるよ。うん、最近使ってるからね。はい。はい、こんなブリーチ毛でもサラサラに毎日なっております。ちょっと今はい、はい、もしもーし、ジュンさん、もしもーし、ジュンあ、クロちゃん、クロちゃんだよ、クロだよ、ちゃんとクロちゃんのコラボレーション、サンバクロだよ、サンバ来年帰るからね、また来年また帰ってきてくれるの。そうだよ、来年は春かなって思ってるから。あら、よろしく。いいね、ちょうどいい時期だね。そうゴールデンウィークとか。そうだね、そこら辺に帰れたな、だなって思ってます。体調気をつけてね、暑いけど楽しみに待ってるよ、うん、はーい、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、またねー、またねー、はい、バイバーイ本日ご紹介させていただきましたこちらのココネのシャンプーですね。こちら本当にジュンさんと使ってシンプルにいいなと思ったので本日ご紹介させていただきました。で、髪のケアはですね、結構毎日しっかりしたいなと思うんですけれども、日々ですね、忙しくて、まあなかなかできないですよね。なのにその短い時間の中でこちら1本で、ケアできるっていうのがすごくいいなと思ったし、あと最近すごく頭皮マッサージにも注目してたので、この頭皮マッサージとですね、相性が良くてかなり、気に入っております。もうサラサラですね、こんな感じです、はい、で、ただいまですね、概要欄の方のリンクからですね、購入していただきますと特別な価格でご購入できるようなキャンペーンをやっております。イエーイで、もちろんですね、やっぱりこう頭皮に使うものになるので、敏感肌の方ですね、あとお肌に合わなかったよっていう方は全額返金保証システムもあるので、私も安心して皆様にご紹介できます、はい、でまだまだですね、日本も暑くなりますよね、紫外線も強くなりますね、まあ、そんな時だからですね、このお得な機会に試してほしいなと思います。はい、もうカナダだとですね、ありえない金額ですね、本当にもう今からちょっと両親にもう一本持ってきてもらおうかななんてちょっと思いながら、はい